あ、できてない。できてない。大学レベルじゃないですか。大学レベル。はい。ほうで始まりました、こちらです。さあ、今回ですね、楽しみにおいでいただきまして、トフルのね、お勉強を始めたということで。始めました、ついに。はい、中国の私だったんで、中国本じゃなく、あれは日本語の。森出先生、ボケだと僕思って、たら本当にどういう対応していいか分かんなくて、すいません。本当だったんですが、はい、日本の方の、はい、まあ、いくつかあったんで、差し上げます。ありがとうございます。ちょっとガイドはちょっと使い込んでますね。古いやつなんですけど、はい、はい、という感じでやっていくんですが、そんな田橋さんに、今日はですね、はい、まあ、東大目指しているということで開成高校の問題を解いてもらおうと思います。またかよ抜き打ちばっかりじゃないですか。もうさっきやったのに。いや、つらいつらいですね。僕だってもともとこれをお借りするっていうことで、そうそうそう、なんか顔出して多分5分ぐらいで帰るのかなと思ってたんですけど、 そしたらさっきえらい長い時間やらされてね、はい、本当に、はい、パニックになって全然数学解けなくて、はい、そんな田橋さんがですね、開成高校だったらいけんじゃねえのと。開成3年通った方が早いんじゃないの。そっか、入り直して、うん、やれるんだ。それもありかもしれないです。文法問題いきたいと思います、はい、言っても高校ですもんね。そうです、中学の範囲ですもんね。そうです、そうです、高校入試中学校ですからね。東大の勉強してる田橋さんからすればこれにできないと東大も当たり前ですけど、自分でハードルを上げた。はい、からはがってさあ、はい、さあ、ダメださあ、で、どうでした開成の問題は、やってみて。やっぱり、思いつかないと難しかったです、はい、最初の問題が、はい、3、4、5、最初のところが全然いなかった。共通語ですね、はい、共通にいる、なんか思いつかなかった。共通にいるやつですね、はい、Strangely なんとか、はい、It starts raining whenever I try to go out. I'm tired of his complaints. I've had it なんとか。まあこれは知ってりゃ簡単なんですけどね。なんすか。二つ目の方がまだわかるかなって感じですね。一つ目は英語に触れてないとわかんないかな。I'm tired of these complaints. I've had headache. ああ、headache は重ね。headache. I've had enough です。ああ、これは。enough complaints なんで、ね。これは決まり文句みたいな感じ。I've had enough. もううんざりだよ。I've had enough.っていう形で、はい、上の方の strangely enough とかはこれやっぱ英語いっぱい触れてないと意味は特にないです。 strangely enough とか surprisingly enough とか、これかなり難しくないですか。難しいと思います。難しいですよね。僕上のクラスで教える時も、はい、これ知らない人が相当多い。ああ、やっぱそうだ。で、はい、で次が At this restaurant the food was good but the blah blah was very slow. They provided a shuttle bus blah blah from the station during the festival. あ、できてない。できてない。フードとレストランで提供されるものはフードと何ですか、ね、フードとサービス。そう、正解。あ、意外とできたっすね、今。The service was very slow ですね、はい、サービスが遅かった。The provider shuttle bus, bus service. あ、そういうことか。Shuttle bus service. Shuttle bus service. はい、もうこれもセットフレーズみたいな感じで非常によく使われる表現ですね。はい、で、次が I was a few days before he was completely blah blah of pain.You can take this pamphlet for? これはできました。Free。Free、正解ですね。はい、free of なんとかないですね。もう痛みがないよっていうのと、はい、for free、無料でですね。無料と交換ですね。これはできたんですね。はい。これ簡単ですよね。さあ、4番。This new building is 5 blah blah high.、はい、My mother used to tell me some blah blah from old Japanese fairy tales. さあ、そうすごい入る。これ難しくないですか ?5。高さ、あと、はい、そうですね。でもう一個ね、私に言葉フェリーテイルズですよ。フェリーテイルズを知ってます。おとぎ話。そうそうそう、はい、おとぎ話の何か教えてくれた教訓。違う。ああ、なるほどね。テオミ教えてくれた。なるほど。なんだろう。でも今日ファイブ答えはストーリーズですね。ああ、
そう、これは答えたかったですね。知ってます、 5 stories high は階みたいな、ね、そう、階のストーリーですね、はい、これは答えたかったな。はい、残念ながら出てこなかったですね。はい、次が、I have moved several times since I saw you なんとか This cold weather will なんとか for another week なんで、答えはラスト、正解ラスト、はい、そうですね、動詞のラストと、Since I saw you last めちゃめちゃよく使いますね。これはセンター試験とかでなんか出てた感じし、こういうの出てそうな感じしました。このラスト続くって大学入試でもすごいよく、すごいカンタロウさんの音がガチャ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 ってすごい帰り自宅始めました帰り自宅の音がすごいすごい音が聞こえる効果音、はい、ね、これ3はなんか難しいですね。あ、大学レベルじゃないですか、大学入試レベル、大学レベルです、はい、ですよね。これ中学生やるんですね、やっぱ改正、そう、改正なんでね、やっぱそうなってるんですよ、じゃあ次はですね、まあ共通語補充みたいな形なんですが、はい、同音異義語ってやつですね。同音異義語はどうですか、こっちは全部埋まってますから。一応ただそのスペル的なところが自信ないっす、はい、ではいきますね、はい、Mount Fuji is probably than any other mountain in Japan、うん、と We need to 何々 another teacher for the new school year という形で、はい、Higher 正解です。 Higher これ通じ合ってます、合ってます、あ、よかった、はい、雇うの方と高い、はい、の比較級の方ですね、はい、だから他の山よりも高いっていうのと雇う正解。ハイヤーって雇うっていう意味なのね。そうです、だからあのタクシーに乗るのはハイヤーなのね。レントするっていうイギリス英語ですね。ハイヤー、ハイヤーは借りるっていう、アメリカ英語と、スペルは一緒ですか、同じです、うん、イギリス英語ではレントの意味があるので、ハイヤー、ハイヤーにはブリティッシュイングリッシュは得意なんだけどね知らなかった、はい、で次は If you follow this なんとか You will get to the beach、 ビーチに、I なんとか a horse for the first time yesterday、 昨日初めて馬に乗った、はい、road 正解です、はい、okay、 上の方は分かりますよね、これは道ですよね、そうですね、 road R-O-A-D の方ですね、はい、同意を正解です。次が the なんとか of the old tree was coming out of the ground、はい、so、You should take another なんとか because the main street is very crowded ということで、これはルート、はい、ルートですね。ルートのそのスペルは最初の括弧です。あ、これ、え、これが道の方でしたっけ、書いてるの根っこの方、ね、あ、そうだそうだ、あ、そうだそうだ、根っこの方は根っこの方書いちゃった、木の根っこ、はい、根っこではなく、こう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 ですか、違います、ルートってあの通学のルートじゃない方のルート、根っこだから、根っこじゃない方を書かなきゃ、これこれ同音異義語なんで、そっちじゃなくて、うん、こっちのルート、ーこっちの道、そう、道の方、 R-O-U-T じゃないですか、 R-O-U-T でそれはラウトになっちゃうね、ちなみに R-U-O-T そんな英語のスペルにない、それR-U-O-T やればやるほど恥の上塗りだな、これ何ですか、 R-O-U-T、はい、教えてください、 E です、あー、え、 R-O-U-T、 あ、T がなかったのか、 E です、この英作文でよくやっちゃうからしっかりします、はい、はい、まあ、ルートとかラウト、ラウト、ラウト、でもまあ今回同意義語なんで一応ルートの方、はい、ということでスペルミスでした。次が Some foreigners are interested in Japanese なんとか arrangement と You need to have なんとか eggs, sugar and milk to make this cake、はい、ケーキを作るときなんで Flower 正解です、はい、これ通じ合ってます、合ってます、あ、自信なかったけど花と小麦を、もともと同じ語源です、あ、そうなんですね、全く同じ単語、花から勉強になる。で、次が5番 We need three more なんとか to finish this job と、Your parents are both from Osaka and Prabla are from Tokyo Ours 正解です、 Ours, our parents ですよね、ここはまあ正解率割と良かったっすね、おー、すごい、はい、いや、僕この5はね、時間かかったんですよ、はい、なんだこれって思って、じゃあよかったっす、だって2人とも大阪から来てますなんで、はい、なんか1人がもう1人がとかって話かと思いきや両方大阪なの、じゃあ一体誰が東京なんだって思って、なるほど上見たら、あ、時間が3 more hours、はい、そうです、ね、まあ、僕ちなみにこれね、はい、months, days とかってやってたんで、 days とか weeks ってやってたんですよ、あー、なるほどなるほどなるほど、あ、hours だって思って、いや、これは良かったんじゃないですか、はい、割とできました。さあ、続いて最後、正語問題ですね、はい、もできたと思います、あと、はい、はい、あ、There are two dogs in this room. One is white and another is black. はい、どう直せばいいですか、これは One is white and the other ですね、そうです、the other ですね、2つの場合とか2匹なんで、もう1匹っていう場合は the other ですね、はい、あなたではない、そして、O を選びました、はい、What should I do first? First you need to cut the vegetables. Okay, what's next? さあ、どこが間違ってますか、 At first 正解、そうですね、これはまあ、はい、確かに教えたことありますので、はい、英作文で1個目っていう時にアットファースト使っちゃダメですよ、最初はなんとかだったけど後々変わったらアットファースト、うん、お、成功できましたね、いやだから3がやっぱむずいなと思ったっすね、はい、うん、こういう形式の問題が東大出ないですしね、出ない、確かに、ということで改正の問題に
今回は田橋さんが挑戦しました。はい、結果微妙なよくできたわけでもなくそうです、ね、悪かったわけでもないかなと思いました。いう感じになりますので、はい、まあまたね、はい、もしかしたら、ね、評価が高かったらまた別の高校入試と戦わされるかもしれませんので、はい、ちょっと告知してもらえたらいいですけど全く告知ない感じで言われるから、毎回パッパックイズですので、はい、まあ普段からね、どういう実力があるのかっていうのを調べていかないといけませんので、はい、確かに頑張ってください。ありがとうございます。本当にね、飯田と出て、ね、すごいコンビだって言われてますけどそうですね、飯田くんがやっぱインパクト強いから、うん、僕はなんか自然とその訂正フォローする役になっちゃいました、はい、という感じでした。さあ、田橋さんの最初に YouTube 活動やってますんで、あ、そうです、はい、お願いします。英作文見たりしてますんで、はいはい、この後田橋さんに YouTube のやり方を教えようと思います。はい、何から何まですいません。はい、はい、ありがとうございました。 Thank you for watching.